一番下でこれ一番でかいの。そっちからでしょうか。割とシンプルにダイナミックにいけていくのが、いやお店の中でね、こうなんだろうな、形をパシッと作る場合ももちろんあります。ただ、この自然の中にいるような空間を作り上げたいときは、あんまりこうビシッビシッとこういけていくと、いけないんですよね。その雰囲気は出なくなります、もちろんビシッと生きる場合もありますし、自然体に見せる場合もこう二通りあるんですけど、だから、皆さんはこう二通りを覚えていくといいと思います、今回のようなナチュラルな感じの場所に、まあ、シチュエーションっていうかその店内ありきで、そこの入った時のその箱、お店の箱自体が一つの作品みたいになる場合は、今回みたいな言い方をした方がいいです。なのでそこにこう置いたような感じでピシッとアレンジで見せる場合は、もっとピシッといけた方がいいですね。そのあたりの使い分けを覚えておくと、今後意気込みをした時に素敵な作品がどんどんできるんじゃないかと思います。はい、ではまたね、次回お会いしましょう。See you next time.